皆さん、こんにちは。セブンです。微積分講義第37回第4部です。明治大学、FMS、阿原先生の提供でお送りします。第3部に続き、分数計の関数の収束に関して、コンピュータでグラフを観察する回をもう一つ、せっかくなので、有名なちょっと面白い例を紹介したいと思うんです。これです。ジャークな例。 と言っていたやつですね。第3部のとは似てますけどまず xy を00に原点に近づけたいというリミットをとります。でこの分子の形が x 2乗 y、分母が +y2 乗になってます。第部っていいますか第3部を見てない人は先にそちらを見てください。第3部で出てきた分数形の x のところを x 2乗で置き直したような。 そういうような形をしています。で、結論から言うと、収束しないんです。これね、まず、素朴に00を代入すると、0分の0になってるので、代入で解決できないことはすぐわかります。で、極座標変換をやってみましょうってことで、極変換して計算してみると、分子にある3乗と分母に R2 乗があるので、これは R が残ります。 残りのこっちの方はだいたいタの式なんでそれでこれはもしかして r を0にしたら0に収束するんじゃないかというような感じもしますそれで終わるといいですけどねここで紹介する以上そういうわけではないのです次へ進みますあここにも r があるけどこの r が0になってもサインに乗が残るのでだから r を0にしてもそうトラブルなくいつでも0に行くのではと。 なんか収束するように見えるんですよね。で結論を知ってるとバイアスがかかって収束は怪しいかもって思うかもしれないけどこういう時って微妙ですね。証明はできてないけど自分の数学的感覚からするとゼロ収束するように一旦見えちゃうとなかなかそれを否定できないんですよ収束はダメかもと思いつくきっかけがないと厳しいです。でもわからないなりに。 こんな感触かなというところを言うと、R がすごくゼロに近いとするじゃないですか。そうして、この項がほぼゼロだとしましょう。そうすると、サインシータが1個約分できるじゃないですか。で、大体がサイン分のコサイン2乗の R 倍みたいだと、ともかく思うことにする。すると、シータが0とかイにすごく近いときに、この数っていくらでも大きくなりうるんですよ。 r が小さくなるよりも速いスピードでサインシータが0に近づくと、結局分母の方が先に0になっちゃう。こう考えると収束ダメかもとも思えますね。はっきりとした論拠が出せてないんですけれど。2つ例を出しましたけど、性質のいい例を出しただけで結論を出せる方がラッキーだったまであるわけです。では、九段の式に戻りますと。と r でくくれてはいる。 でも、形がやしげで、簡単には解釈できません。で、実際に0以外の部分的な収束があるのかというと、あります。その答えだけを紹介しますね。次へ進みます。各 R に対して、R コス2乗がサインと等しくなるようなシータを取ることを考えます。まず、そういうシータが取れるかどうかということもあるんですけど、まあ、取れるということにしてください。 そうすると、さっきの式はきれいに約分できて、2分の1になります。こんなの、気がつかないと思います。でもまあ、ゼロ以外の部分的な収束があることはわかりました。難しいですね。じゃあ、そろそろ、能書きを終わりにして、グラフィックスを見ましょうか。まずはしばらく鑑賞してください。形の把握に努めてほしいんですけど、どうでしょうか。まず。 山になっている部分を見てほしいんですけど、山になっているところに線を入れますね。高さ1分の1の投稿線がこれです。これが全体で一番高い点なので、山の峰みたいな感じですね。一番低い両線も書き込んであります。あとはしばらくご覧ください。一回、局面を消して一周させてみましょうか。 戻します。z 軸のところでは実は局面が交差してまして z 軸のマイナス2分の1からプラス +2 分の1の部分は22面が通過している感じになっています真上から見てみましょうか真上から見ると放物線が見えますね。番番高いい線線とと、低い量線は、上から見ると どちらも赤い X 軸と接しています。後で確認してほしいのですが、X 軸はこの局面の上に乗っています。次は低めの視点から。で、これ、赤い線が X 軸で、X 軸に沿って00に近づくと高さ0なんです。Y 軸に沿って00に近づいても高さ0ですね。でも、高さ1分の1の放物線に沿って00に近づくと、 高さ2分の1なののです普通の視点に戻しますね第3部の絵の時は高さ2分の1となる向きがあったと思うんですけど今回は放物線に沿って原点に近づけないといけないんで原点に近づく向きは x 軸にすごく近いんですけどゼロでないいい値に収束ととうう手段があるということですねこういうような関数はいくらでも人工的に作れちゃったりするのです。だから 極座標の変数変換して観察すればいつでもわかりますってことにならないんですよね2変数のリミットだと結構えぐい例があるよということでそれを実際にグラフィックスで見てもらおうということでしたご視聴ありがとうございました